小木曽里氏は、日本の実業家。日野自動車代表取締役社長。元トヨタ自動車、トヨタ車体専務役員。元、アドビックス代表取締役社長。トヨタプリウス ZVW30 や、トヨタアクアの開発責任者。東京都出身。幼少期から自動車や機械、コンピュータが好きで、東京工業大学時代は、自動車部に入部。 東京工業大学工学部機械工学科卒業後、1983年4月に、トヨタ自動車に入社。入社後は、シー設計部に配属。1993年同社東富士研究所に移動。同時に、初代プリウス初期開発チーム活動、G21 に参画。1994年初代プリウス、製品企画担当。 1998年2代目プリウス、製品企画担当。2003年 GF エンジニアとして3代目プリウス、開発担当。2007年プリウス、プリウスアルファ、プリウスクコンセプト量販車、PHV、EV、FCV を担当。プリウスの開発メンバーでは最古さんでもある。2011年同社製品企画本部。 製品企画チーフエンジニア兼常務理事。2013年同社常務役員就任。同年製品企画本部副本部長。シャシー技術領域領域長。2015年グループ企業のアドビックス。代表取締役社長を経て。2018年トヨタ。自動車専務役員 CV カンパニープレジデント。トヨタ車体専務役員就任。2019年トヨタ自動車執行役員。 CV カンパニープレジデント。2021年日野自動車代表取締役社長。トヨタプリウス ZVW30 や、トヨタアクアのチーフエンジニアで、エンジニアとしては珍しくニューアな性格としても知られた。AB 履歴書、トヨタ ABC The Next Talk 次の世界へ、トヨタハイブリッドカー開発責任者、小木祖里氏インタビュー、オートックワンこだわりとフルスイング。 アクア・オギソ・サトシチーフ・エンジニア画像2011.12-010時開発責任者が語る環境への思いトヨタ履歴書トヨタ自動車日野自動車の新社長にトヨタ出身のオギソ・サトシ氏プリウスアクアの開発責任者レスポンス2021年3月30日ありがとうございます